鉄天井は、主に日本の戦国時代の武将が戦いで絶命した、際の結婚がついた建物の床板、絵板を、供養などのため天井に張り替えたと言われるもの。伏見城の戦いでは、徳川家康の家臣、鳥居本忠らが、伏見城で守っていたが、石田方に攻められて、建物の大半を消失し、落城した。 鳥居元ただや家臣らが自陣した建物の結婚の残る床板が供養のために京都などの寺の天井に貼られたと言われる。伏見町以降と伝わる寺城記の血天井について、資料、考古学的に裏付けられたものは存在しない。ただし、静電寺については、古畑種元が人間の血液であることを鑑定しているが、古畑が関わった血液鑑定には、 数多くの疑惑、誤りが指摘されており、同鑑定についても全面的に信頼するのは危険である。ちなみに、通常床板には一寸以上の厚みの材を使用するため、これをそのまま天井に再利用するのは難しく、薄く削り直す必要があるが、このような再加工は、江戸時代までの加工技術では非常に難易度の高い作業である。なお、木材を素手で触れた場合、 油分の酸化により、血天井に類似した模様が浮かび上がることがあり、このような現象を防ぐには、手袋の着用や丁寧な拭き取りが必要である。この現象は、表面状態の変質によるものなので、現象発生後は拭き取りにより除去することはできず、研磨や切削が必要である。ありがとうございます。